現役を引退した多くのプロ野球選手が YouTube チャンネルを開設し、試合の解説やプレーの分析などそれぞれのスタイルで情報を発信し好評を得ています。現役時代を知らなくても野球 YouTuber として知っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は当チャンネル独自の分析によってプロ野球 OB の YouTube チャンネルをランキング、10位から1位までをご紹介します。第10位、宮本慎也解体新書。ゴールデングラブ賞10回受賞後、守備の名手で2000本安打400ギラも達成した宮本慎也選手のチャンネルです。野球の基礎的な技術を宮本選手が実演を交えて説明する動画が特に好評。野球を始めたばかりの人にとって分かりやすく、少年野球などアマチュアの指導者からの評価も高いのが特徴となっています。また豊富な人脈を生かしてゲストを招き、コアな野球談義を展開。技術論だけでなく、石井拓郎選手、小坂誠選手など自身も含めて名だたるショート5人でグラブの手入れ方法を語り合うなど、マニアックな動画も必見です。第9位、掛布雅之の同級。阪神タイガースの4番としてホームラン王を3回獲得し、絶大な人気と実力を誇ったミスタータイガースこと掛布雅之選手のチャンネルです。自身の選手時代の話や現在の野球の話題などがメインですが、江夏豊選手や田淵光一選手など掛布選手でなければ呼べないレジェンドがゲストで登場。掛布選手は人の懐に入るのが非常にうまく、興味深い話を聞き出しています。一方で高橋由伸選手、谷繁元信選手が自分より下の世代のライバルチーム出身者にも対等に接し、面白いインタビューとなっているのも特徴。グラウンドの神整備と呼ばれる阪神園芸の社員をゲストに招き、敬意を持って対談するあたりにも掛布選手らしさが現れています。第8位、上原浩二の雑談魂。巨人、MLB で活躍し100勝100セーブ100ホールドを達成した上原浩二選手のチャンネルです。プロ野球 OB の YouTube チャンネルとしては2023年5月時点で最多登録者数を誇ります。対談相手は巨人の人脈も生かしていますが、審判員や他チームの元選手など上原選手が個人的に話したい人をメインに選択。事前に決めたテーマを時に逸脱し、チャンネル名の通り出たとこ勝負の雑談になるあたりも好評です。上原選手のざっくばらんで飾らない話ぶりに加えて、自身の日米での経験も踏まえた深い話まで聞けるのが特徴。日米通算ホームラン500本を達成したスラッガー松井秀喜選手とのフランクな対談は他では見られないもので貴重です。第7位、藤川球児の真っ向勝負。来ると分かっていても打てない日ごたまストレートで西武王、最優秀中継ぎ投手賞をそれぞれ2回受賞し、日米通算243セーブを達成した藤川球児選手のチャンネル。テレビ中継の解説でもおなじみですが、独自の目線での分析と饒舌な語り口が特徴。こまめに各チームの状況や注目選手をチェックし動画にアップ。特にこれからブレイクする可能性がある選手にスポットを当てる傾向が感じられます。藤川選手自身もプロ入り後一軍に定着するまで時間がかかり、トレード候補に挙げられたことも関係しているのかもしれません。なぜか時々グルメリポートが発信されます。第6位、川上憲伸カットボールチャンネル。中日ドラゴンズでの新人王、沢村賞、最多賞などのタイトルに加え、メジャーでも22勝を挙げた川上憲伸選手のチャンネル。中日の話題が多い傾向ですが、佐々木朗希投手など現役選手の投球も自身の経験を踏まえて解説。このチャンネルで注目したいのは神指導と呼ばれる憲伸選手が自らアマチュア投手を指導するシリーズです。その選手が抱える悩みを聞いた上で問題点を瞬時に見抜きアドバイス。測定機器を使ってボールの回転数などをチェックしながら、実演も交えた的確な助言で悩みを改善していく姿はまさに神レベル。見応えがあります。第5位、谷繁元信谷繁ベースボールチャンネル。太陽、横浜、中日で捕手としてゴールデングラブ賞を6度受賞し2000本安打を達成した谷繁元信選手のチャンネル。現役時代のムスッとしたイメージと全く異なる明るい気さくなキャラクターで、幅広く野球の話題を取り上げています。アシスタントの中川恵美里さんは2023年 WBC で Amazon プライムビデオのライブ配信の MC に抜擢される人気ぶりで、中川さん見たさのファンもいる模様。ゲストに招くのは野球界だけでなく、レスリングの吉田沙保里さん、サッカーの北澤剛選手、パラスポーツ界の選手など異種目のトッププレイヤーも。谷繁選手は現役時代に磨き上げた観察眼や洞察力で他競技にも鋭く切り込み、興味深い対談になっています。
谷繁選手のトーク力が際立つシーンが多いチャンネルと言えるでしょう。第4位、高木豊ベースボールチャンネル。太陽、横浜などで俊足高打、好守備の内野手として活躍し、アテネ五輪日本代表や DeNA のコーチを務めた高木豊選手のチャンネルです。豊選手はプロ野球 OB YouTuber の先駆けとして現役時代を知らない若い世代からも支持を受けています。野球についての話題を中心にできるだけ難しい言葉を使わず分かりやすく解説。アシスタントの森藤恵美さんも聞き上手で、視聴者が入っていきやすい雰囲気作りに一役買っています。トレードなど速報があればいち早くリポート。ネットに情報が出た時点ですでに豊選手が動画をアップしているケースもあるほどです。アップされた動画の本数は里崎チャンネルとともに他チャンネルより一桁多く、2023年5月時点で1900本を超えるペース。チャンネル開設当初はキャンプ取材を拒否され、昔からの知り合いにはお前何やってんだとバカにされることもあったそうですが、コツコツと実績を積み重ね、 YouTuber としての道を切り開いた豊選手の功績は計り知れません。現在では偏見もなくなり、引退した選手から動画配信の方法や運営ノウハウを聞かれるようになったとのこと。 YouTube 以外にすすきのでガールズバーも経営する高木豊選手、盗塁王を獲得した現役時代と同様、時代を見る目も素早いようです。第3位、里崎智也里崎チャンネル。千葉ロッテマリーンズの捕手としてゴールデングラブ賞を2度受賞し、2006年 WBC 優勝時には日本チームの正捕手を務めた里崎智也選手のチャンネルです。奔放で饒舌な語り口で自分の好きなように仕切ることができる YouTube の特徴を最大限に活用。里崎ワールド全開です。各チームの分析や試合結果、トピックなどをこまめに動画にアップし、速報は手作り感のある画面でスピーディーに発信。動画本数は2023年5月時点で高木豊選手に次ぐ多さで1500本に近づいています。アシスタントの袴田彩恵さんはこのチャンネルで人気を集め、2022年スポーツナビ好きなスポーツアナウンサーランキング女性編で1位を獲得しました。流れに乗って発売された写真集はチャンネルで紹介され、大胆なカットを食い入るように見つめる里崎選手の姿も。他にもアイドルグループ乃木坂46の野球好きのメンバーへの指導などエンタメ的な要素が強いのも特徴です。第2位、古田敦也古田の方程式。ヤクルトスワローズの捕手としてゴールデングラブ賞10回、首位打者2000本安打などの記録を達成した古田敦也選手のチャンネルです。夏の高校野球選手権大会を詳しく報じる熱闘甲子園のキャスターや、野球中継の解説を務める古田選手は同じ名称でキャッチャーとバッターについての本を出していました。このチャンネルではさらに対象を拡大、豊富な人脈を生かして幅広く球界の名手を招き、それぞれの意見を聞き出しながらテーマを深掘りしています。話の中でゲストや自身の過去の経験などが語られるのも興味深いところです。今なお謙虚に学ぶ姿勢でゲストの話を聞く古田選手に好感が持てると同時に、野球への飽くなき好奇心、探求心に驚かされます。対談形式もありますが、多少も脱線はあっても野球からブレることはなく、永遠の野球少年のイメージです。第1位、落合博満の俺流チャンネル。選手時代3度の三冠王を達成し、監督としても中日ドラゴンズを日本一に導いた落合博満監督のチャンネルです。スタッフからの質問に答える形で落合監督自身の経験や野球界の話題について独自の目線で語ります。かつては謎多き人だった落合監督ですが、現在ではすっかり丸くなり、毒が薄まった印象を受けます。チャンネル内の博満の部屋は黒柳徹子さんの番組のような雰囲気でゲストとの対談を発信。答えて俺流質問箱では野球ばかりでなく、実家の家業を継ぐか、このまま仕事を続けるかといったような人生相談も寄せられ、真面目に回答する落合監督の姿が見られます。さらに機動戦士ガンダム、水星の魔女やチェンソーマンなど落合監督が好きなアニメの話題も取り上げる自由さ、その風貌も含めてもはや何事にもこだわらない悟りの境地に達したのではないかとすら思わせられます。というわけで今回の動画は以上になります。ご紹介できなかったプロ野球 OB YouTuber のチャンネルも他にたくさんありますので、あなたが知っているチャンネルの情報についてぜひコメント欄で教えてください。本日はご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは。